さあ馬場、そして若狭が中に入っていきます。もう一回背押し、ペナルティーエリアの中送ってシュート、うわすごい決まった、スーパーゴール、田口今日は試合動きます。33分、自陣からこう一気に速い攻撃で前進したんですけど、まあ、これ三木とこの末吉の関係ですけど、ちょっと大外も間に合ってなかったですし、ちょっとどうかなと思ったんですけど、やっぱり最後のところでボックスまで、先ほどもありましたけど、こうスプリントして入ってくる。